今度はピギーをマリさん風にお願いします。待って待って、どんどん内容が濃く難しくなってくの。何、まあやるけど。皆さん、ピギー、はい、どうもパルでございますと。はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。第4回質問箱の質問に超適当に答えてみたい、イエーイ。はい、このコーナーはですね、質問箱の方にいただいた質問に対して超適当に答えていくというみたいな企画となっておりますと。だんだん自虐がひどくなってくな。こんな企画にね、参加してくださった方々、本当にありがとうございました。まあこれはね、ちょっと毎回言わせていただいてることなんですけど、普段絶対にしない返答を心がけてね、返答させていただいておりますので、もう本気にしないで、本当に全て冗談だと思ってね、鼻で笑いながら受け流してください。はい、じゃあそんなわけでね、早速本編の方入らせていただきたいと思います。では行こう。パルさんの後ろに馬の霊がついてますよ。ついてませんでした、すいません。許しません、馬を。あなたは花丸ちゃんの家に呼ばれたよ。さて最初に何する？家に入ったらおまわりさんが待ってました。イッテ Q 見てる？見ない。トーイック何点ですか？3点ぐらいじゃね。パルさんってぶっちゃけ私のこと好きですよね。いやいや、分かってますって、動画から私の愛が伝わってくるんだもん。何やってんだ私。それが現実。パルさんはある T 字路に立っています。右に曲がるとロリノンタンが、左に曲がればロリマルがいます。そして後ろにはゼラマルとノンタンが二人で立っています。さあパルさんはどの道へ進む？上。パルさん、課題終わらない？終わってることを願う。パルさん、ちゃんと回答したよね。記憶にございません。ジブリの好きなアニメは？空に憧れて。曲げたちね。僕はコミュ障で異性と目を見て話しません。どうすればいいですか？目をつぶしてあげれば目を見る必要なくなるぞ。最近テンション上がることあります？下がることがないです。もしもノンタンとマルちゃんがヤンデレになったらどうしますか？その程度で僕の中で何かが変わるとでも？パルさん、今度は友達をママと呼んで、名前で呼んでいる先輩を名字で〇〇くんと大勢の前で呼んでしまったんですが、どうすればいいでしょうか？気にしなくて大丈夫ですよ。アホの子としてみんなからしっかりと認識されてるはずです。髪切った？タモさんかな。体育祭と文化祭、どっちの方が好きですか？修学旅行。ミューズとアカーの2番目の推しは誰ですか？誰だと思う？誕生日以外のボックス会には引かないんですか？ルカキン。ノンタンと花丸ちゃんが推しとなったきっかけは？出会ったから。死神と馬と矢田さんとトゥーさん、どれが一番お好き？アルパカ。 LINE でよく既読スルーしちゃう派ですか？既読スルーされちゃう派です。どんな質問だと心躍る？とりあえずこれは全く躍らない。パルさん専用赤作ってもいいですか？むしろ作ってないんですか？ホラー映画を一人で見れますか？一人には慣れてるので。コスプレするなら何のキャラクター？コスプレされるキャラがかわいそう。わあ、いつも楽しく動画を見てます。質問じゃないし気持ちが悪かったら申し訳ないんですが、ずっと伝えたくて、パルさんの容姿性格がめちゃくちゃタイプです。これからも動画楽しみにしてます。本当に動画を楽しみにしてるならここはふざけるのが普通でしょ。こんな風で。パルさん、ディズニーがダメなら一緒に水戸市行きませんか？屋根裏ですか。今まで後悔したことはありますか？僕はカンコレやハイフリくらいです。あとアイカツ見ましょう。やっぱり真面目に答えないとダメだよなって考える時はあります。アニメと漫画とゲーム以外で何が好き？カードゲーム含む。アニメと漫画とゲーム以外ですね。パルさんにとって警察とはもはや家族。公式野球部？ポジションと遠投のベストは何ですか？スタンド温め係で 27.431m ですね。よく使う絵文字3つ。哲学面。哲学やね。はまたこれか。はいはい、言えばいいんでしょ。待ってく、そうやってそのワードを出せばとりあえずいいだろみたいな、この流れどうにかならないかね。まあ僕は大人だし、こういったことをしっかりとこなして大人としての威厳を保たなければいけないわけだし、しょうがない。全然それはもう全然乗り気じゃないけど、やってほしいならそれに応えないと大人としての余裕がないと思われちゃうからな。まあいつも通りそれなりのテンションでそれなりにこなせばそれでいいか。哲学だわ。はーしちゃっほー。哲学覚醒してください。2枚ないから無理。
あなたはだんだん花丸ちゃん可愛いしか喋れなくなる。なんて言葉だました。こんなものに引っかかるやつが花丸ちゃん可愛い、花丸ちゃん可愛い、花丸ちゃん可愛い、花丸ちゃん。目つき悪い女の子好きですか？女の子なんでしょ？ならよし。フィレオフィッシュをガッチャンコしてレボリューションさせてババーンしてください。あーなるほどね。完全に理解したわ。おかえりなのじゃずら。遅くまでお仕事お疲れ様じゃずら。何この800歳かわいい。東京特許許可局長今日急遽休暇許可拒否。隣のカニーパミパミとパフィーはよくパフェ食う。キャリーパミパミとパフィーだ。この縦掛けね、縦掛け縦掛け縦掛け。やるか。私は部活をやっているんですけど、この間試合がありました。結果としてはベスト16という結果なのですが、負けた試合が本当に悔しくて思い出すのもなかなか辛いくらいなのです。しかし試合に見に来たわけではないのですが、私の試合結果を聞いた後輩に、あ、ベスト16先輩やと言われました。本人はベスト16おめでとうという気持ちで言ってくれたのだと思いますが、私としては悔しすぎる結果だったので何とも言えない気持ちでした。パルさんはこんな時どう返しますか？私は後輩の言動をどういう風に捉えたらよかったのでしょうか？パルさんの正直な気持ちを教えてください。チームの初戦敗退をスタンドで見てたやつならここにいるけど、何か俺にかけられる言葉ある？パルさんにお悩み相談。私には一方的かもしれないけど、親友と思っている友達 A 子がいます。 A 子と元々仲良かった他の友達 B 子一人と私で3人よくいることが多かったです。そしていつも楽しく遊んでいました。だけど最近私以外の2人、 A 子と B 子が今までより仲良くなっています。それは接する時間が増えて前より仲が良くなったということで、私自身全然何も思うことはないのですが、最近その2人がさらに他の友達 C 子と一緒にいることが多いです。 A 子、B 子、C 子の3人、私は心なしか私だけハブられているのではないか、私は嫌われているのではないかと感じてしまい、一方的なのかもしれませんが、 A 子と B 子にでさえ距離を感じてしまうようになってしまいました。もともと私と A 子と B 子は、私と A 子が仲良し、私は親友だと思っている、私と B 子が仲良しという中で、私がギョインと3人みんなで集まろうみたいな感じで仲良くなっていったグループでした。ですが今では私だけハブられているような気がしてならないのです。なんだか切ない気持ちです。パルさんはこんな時どういう風にしますか？またこんな気持ちにはなりますか？こうしてみたらいいんじゃない？などアドバイス等があればいただけると嬉しいです。そういう IT ないやつにその質問は酷ですわ。素朴な質問なんですが、パルさんってカマチョですよね？ウェイ！ブーメラン！ウェイ！語彙力をつけるにはどうしたらいいですか？辞書読め。パルさん、私中間テストで赤点取っちゃったかもしれないんですけど、どうしたらいいですかね？諦めなさい。魔法みたいな、夢みたいな、ファンタジックな物語が今始まる。俺たちの戦いはこれからだ。パルさん、パルさん、質問の回答お疲れ様です。お茶どうぞ。サイダーがいい。パルさん好きです。でも花丸ちゃんは私の嫁なので略奪は禁止ですよ。安心して。檻の中からじゃ何もできないから。パルさん、この企画8割嘘で2割フィクションなら、たまにあるめっちゃ真面目な返答ってどうなるんですか？なんだ、ちゃんと理解してるじゃん。これは質問箱内で適当に答えるっていう企画なんですよね。つまり動画内は別。パルさん、パルさん、この前テストで赤点取っちゃったんです。いい勉強方法ないですか？教えてほしいです。1日に10時間勉強すればいいんじゃね。質問しようと思ったらコミュニティのとこ押しちゃって質問する気失せました。してんじゃねえか。パルさんが好きすぎて学校にいる猫の名前パルパールにしちゃいました。デヘベロ。猫とほぼ同じ名前とか最高かよ。パルさん、パルパルさん、パルパルパル。パルさんって歌い手さんとか好きですか？イケボハーハー。パルさん好きすぎ女なんですけど、スマホのキーボードあるじゃないですか、それの背景パルさんなんです。ごめんなさい。新手のプレイかな。パルさん、頭痛い私。お腹を思いっきり殴ってみ。ほーら、頭痛が気にならなくなっただろ。パルさん、リアコ女子です。こんにちは。意味が伝わらなかったとか言えないわけではないから普通に言う。パルさん、そろそろ会いたいでごわす。ゴミがごわすの人とか引くでごわす。パルさん、このツイートのリツイートプラスリプの数だけすくこれ一箱買い。いや、無理無理。朝先輩に挨拶しようとしたら、おはようございますじゃなくて失礼しますって言っちゃったんですけど、そろそろやばいですかね。多分先輩もそろそろ我が子を見守る親の気持ちで見てるんじゃないですか。
スクフェスの転入生では誰が好きですか？みんな一番だぞ。あなたはこれから矢田さんとトゥーさんのガチ喧嘩を仲裁しなければなりません。さてどうやって仲裁しますか？見なかったことにする。パルさんって花火の火つける側ですか？つけられる側ですか？かわされてさよなら派です。パルパルパルドメマントルンパッパ。この木何の木？木ですから。うわ、こんな人本当にいるんだ。エレベーターとエスカレーターがどっちがどっちかごちゃごちゃになって最終的にぐるぐる回ってエスカルゴになったことありますか？これ考えたやつの頭が心配だから。ヨハネよ。あ、すいません、飛んでもらっていいですか？パルさん、コアラのマーチって美味しいですよね。私はコアラのマーチ派です。奇遇ですね。僕もコアラのマーチ大好きなのでコアラのマーチ派ですよ。まさかここに来て意見が合致するとは。パルさんは自宅、仕事場、刑務所、どこで一番長い時間を過ごしてますか？路上。それでは問題です。もし一日だけ女子高生になってどちらかの学校に転入できるなら、音の木坂、それとも裏の星？病院へ行く。今まで一番自慢できる資格、肩書き等があれば教えてください。ラブライバー。ポップコとピピミどっち派ですか？アサフィスーパードラー。スリーサイズお願いします。90、60、82。今何問目？知るか。のぞみちゃんと花丸ちゃんと矢田さんとトゥーさんをポケモンに例えると、みんなまとめてメタモン。かまちゃちゃちゃ。いいそういうのいい。どうでもいいんですけど、なんで虹ヶ崎の推しを一人に絞ろうとするんですか？別にかなたちゃん、せつなちゃんの二人ともさよしでもよくないですか？バイミューズのさよしが二人いる人、本当にどうでもよかった。花丸ちゃんは今どこにいますか？私、花丸、今どなたの後ろにいる。予定だったんだけど、走って疲れたからお布団にいるの。パルさん、いっぱいチョキ。いっぱい拒否。化け物語はあららぎくんとなでこちゃんとハチクジちゃん推しです。パルさんは誰推しですか？口直さんで決まりだろうがよ。パル王国憲法第1条は何でしたっけ？幸福なのは義務なんです。福島県の魅力を語ってください。雪が積もる。ニコニコね。あなたのハートにニコニコね。笑顔を届ける矢沢ニコニコ。ダメダメ、ニコはみんなのもの。今日のおやつが決まらなくて悩んでます。パルさん、ケーキかアイスかチキンラーメンで好きなものを選んでください。全部美味しいんだから全部混ぜてケーキアイスチキンラーメンにすればいいじゃん。私コスプレイヤーなんですけど、次のコミケでパルさんコスに挑戦しようと思ってます。パルさんご自身の顔や体格の特徴、有名人だったら誰に似てるか等教えてください。なお以上の文章は全て適当である。おっちん。パルさん、パルさん、実は私最近 YouTuber に興味があって、もし私が YouTuber 始めたらコラボやってくれますか？あ、うん、やるやる。私ずっとパルチャンネルをラブライブの動画を上げるチャンネルだと思ってチャンネル登録してるんですけど、いつからモノマネ専門チャンネルになったんですか？その事実に今まで気づかなかったとは。お主もまだまだよの。なんとかしなくちゃいけないんだからしょうがないじゃない。私だって好きなことだけやった。パルさん、不思議な質問かもなんですけど、パルさんっていつも何時間ぐらい寝られてるんですか？パルさん、たまに真夜中に動画上げたりしててすごく大変そうなので、無理のない範囲で大丈夫ですので、これからも動画楽しみにしてます。あんまり面白い質問じゃなくてごめんなさい。人って2時間寝れば生きていけるんだよ。一人でキノコタケノコ戦争してください。かく国木田パルを。全国の国木田さん、本当にごめんなさい。これまでの質問箱への回答の中で一番気に入っている回答は何ですか？全部忘れた。たくさんの奇病を抱えて病院に行ったパルさん、この後どうする？病院から拒否られる。きっと今まで誰にも気づいてもらえていないだろう自分の動画の細かすぎるこだわりポイントを教えてください。実は編集ソフトを5つ併用してるんです。スクフェスのマスターがなかなかフルコンできません。スクフェスマスターのパルさん、マスターをフルコンするコツを教えてください。よろしい、教えてやろう。まずは指の数を4倍にします。パルさん、よう気張らはりますね。無理はせんといてくれやす。いつか京都来てくれはりますようにお待ちしております。舞妓さん、やっほー。今回の開始いつもより結構普通じゃないですか？パルさんはガラケー派ですか、それとも PHS 派ですか？黒電話。パルさん、もっと休んでください。すやー、すやー。
パルさん、私の代わりに全てのテスト受けてきてください。任せて。全部空白で提出しとくね。パルさんの幼馴染に生まれたかったし、パルさんの彼女になりたかった。人生真っ逆さまルートへようこそ。はい、そんなわけでね、今回の質問箱の方いかがだったでしょうか。動画にはなってないんですけど、結構ね、なんかモノマネ系が多いような気がするんだよね。正直さ、似てないから僕自身あんまりやりたくない。パルさんのラブライブ全力声まで聞きたいです。いやいやいや、絶対似てないからやりませんよ。絶対やりま、高坂ほのか、ファイトだよ。綾瀬えり、ハーショー。南小鳥、花ちゃん。園田海、ラブアロー、シュート。星空凛、ダッション上がるにゃー。錦の牧、何それ意味わかんない。東條のぞみ、のぞみパワーたっぷり注入。はーい、ブシュ。いただきました。小泉花代、白米が食べたいです。矢沢二子、ニッコニッコニー。高見千佳、奇跡だよ。桜内莉子、莉子ちゃんビーム。松浦香奈、ハグしよ。黒沢ダイヤ、ブーブーですわ。渡辺陽、ヨソロー。津島よしこ、よしこじゃなくてよはね。国木田花丸、お花丸。小原マリ、シャーニー。黒沢ルビー、